吉田さん、<laughs> 野村克也監督ってのはあの表現力の豊かな方でそれだけに採用される言葉ってのは結構多いですよね、まあ、そうなると自然と名言っていうのが生まれるもんで私がね、えー、これはいいなと思ったのがあの失敗と書いて成功と読むってやつですよね、えー、これってとってもユニークであそうだなそう思いたいなっていうふうに思わせることですつまり失敗っていう言葉のまま捉えると良くないこととかね うまくいかなかったという結果になりますけども失敗したからこそそこに気づきがあって改善が見られて次のモチベーションになるんですよねあの少年ジャンプって漫画がありますけども主人公って必ずライバルに負けるんですよ負けるからこそ新しい修行とか新しい必殺技を編み出してそして進化した自分がもう1回そのライバルの前に立った時に最終的には打ちまかしてね我が生涯に一遍の悔いなしみたいな感じになると思うんですよ でそういったあの失敗して立ち上がっていくその繰り返しに私たちの少年心ってのは結構ね焚き付けられるもんですけども自分の人生を送る時でも自分が主人公なわけじゃないですか、まあ、受験で失敗するそれで終わりじゃないわけですよねじゃあ次はどんな選択があるのかなとどんな決断ができるのかなっていうふうな次のステップその階段の扉を開けた時に過ぎないんですよねそして成功だからといってじゃあその成功がね必ずしも 成功をもたらすのかってわかんないんですよ。うまくいったがゆえに失敗するってことあるんですよね。つまりは、成功と書いて失敗と読むということもできます。油断大敵って言いますけども、大体ね、失敗ってのは自分の得意分野の時に起きるわけですよね。構図魔王しっていう言葉もあります。つまりは調子のいい時こそ落とし穴があるんだよってことですよね。これは万田銀次郎さんも言ってましたけどね。うん、ただやっぱね、うまくいって、なお、兜を締める。 うまくいかないからこそカツ丼を食う、ね。うまくいったら納豆ご飯みたいな感じでしょうね。だからいつも自分の状態とは逆、逆をいくことによって浮かれずに済むし、萎縮せずに済むってことです。これ孫子の兵法にもあったんですけども、小さい時こそ大きく見せて、大きい時こそ小さく見せようっていうね、ちょっと似た言葉なんですよね。これは何かね、戦争するとき、戦いに挑むときに、 大きければ大きいほど小さく見せて相手の油断を誘えってことなんですよね。そして大きければ大きいほどそれを小さく見せて油断を誘うのと逆に小さい時こそ大きく見せて相手をビビらせろと。そして戦わずして撤退を誘って少数でも勝っていけるねとかね。もしくは少数なんだけども少数で多数に挑む時多数の方は少数を侮ることもあるけれどもん少数でこんな大群に向かってくるとは何か 気さくがあるに違いない。な慎重に行こうっていうふうに二の足を踏ませることもできるんですよ、まあ、つまりは書いて字のごとしをどう捉えるか字のごとしに捉えるのか字の反対側捉えるのかそれともそのある中間地点で慎重に行くのか言葉の通りに捉えていい時と悪い時と本当にこれ受信力だなと思いましたねはい野村克也監督いい言葉を残されてますよね失敗と書いて成功と読むいいじゃないですかいってらっしゃい